案件をいただきまして本当にありがとうございます。実は私ものすごく大好きなアイアンでして、めっちゃ飛ぶめっちゃ飛ぶソールかな、スターがめっちゃ丸いね。それをすることによってロフトを縦で当てたり、ソールで飛ばしてる感が若干あるかな。行ってほしくない、行きなさい服部ゴルジュの浦です。今回なんと案件をいただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。たくさんいろいろお話しいただくんですが、まあやっぱり自分が好きなものというか興味のあるものじゃないとそういったことあんまりしたくないので、今回は愛ちゃんがね、大ちゃんここのこれ知ってるみたいな、これ大好きだよみたいな、あじゃあ受けちゃおうかみたいな感じで今日はちょっとね珍しいんですけど案件としてやらせていただきたいと思います。でこちらのアイアンになります。エクスポージドキャルウェイ、ありがとうございます。実は私ものすごく大好きなアイアンでして、一番最初に出た時は結構だから前だから、確か一番最初のモデル2番アイアンまであったのね。なんでかっていうと2番アイアン入れてた、2番アイアンだけ入れてたそう、かっこいいなと思って、でそっからしばらく離れてたんだけど、このエクスポージドスターが最初出た時にめっちゃ飛ぶなっていうイメージ、だってこれ軟鉄の一つの素材で作ってるから打感は柔らかいのに飛ぶっていう意味わかんない状態だった。実はうちの生徒さんにも何人かに勧めてて、で、まあ、デザインが、今回ノーマルのエクスポージドで、こっちがスター、何が違うと思う、まあ、ロフトやね、シンプルチスターの方が飛ぶ、構えた時にちょっとちゃうんだよねやっぱり、スターの方がちょっとトップが厚いからちょっと優しい感じ。もう打っていきましょう。もともと僕キャルウェイさんってイメージ的にでかいヘッドのアイアンっていうイメージが強くて、実は中学時代ずっとキャルウェイのアイアンを使わせてもらってて、 X フォージの最初見た時においめっちゃかっこいいの来たやんっていうイメージ、それが今回のやつはもうかなりシャープで、今これに関してはフォージドなんですけど上から見たらマッスルばっかやな、ほとんどトップブレード以外はすごいシャープな感じで、僕の中の X フォージドはちょっと歯が刺さるイメージ、バックに入ってこなかったのはちょっと歯が刺さるから、これ今流行りやからな、ほんで先がちょっとこうほら、あー分かります、ほらここ今色変わってるとこ、ここ、はい、ここが落ちたことによって全然刺さらん、打感は柔らかいねんけどなんか飛んでるから変な感じやな、これスターちゃうやんな、はい、飛ぶな、キャリー134やからな、うんめっちゃ飛ぶめっちゃ飛ぶちょっとスター落として、あーもう全然違うわ、多分これだけ構えたら感じへんけどでかって思った。ごめんなさい、キャルウェイさんがこの意見を求めてるかどうかわからないんですが、私の中で勝手な話でね、 X フォージドって私全アイアンの中で最も方向が構えやすいアイアンなんですよ、リーディングエッジがびっくりするぐらいストレートやね、でそれで刺さるイメージもあって、前回まではこれが先が削れてエッジ落ちてるから刺さりにくくなってるよねっていう、もう全然違うやんソウル、うん、いいね、あ確かに飛ぶわ、これ飛びすぎちゃいます、飛び系アイアンやな、飛び系じゃないねんけどな、柔らかいんよな、ちょっと長いの5番、もうめっちゃアスリートモデル、あーね、あの重心が思ってるより低くて割と打ち込まなあかんなと思って打ってしまうねんけど、あんまり打ち込まんでえな、今の時代のキャビティって感じ、ほんまに
あ、キャリー200前後ぐらい。あ、違う、あのね、10ヤード飛ぶアイアンって感じやろ。そう違う違う、あのね、ただただむっちゃくちゃ優しい。こっちは見た目全然変わらんのに、ほんまに意味やから、なんか良くないもん入ってるかもしれん。まあやっぱり、うん、もう分かんないもんね、うん、ここの角度やねんな、全然違うのが。今の私のアイアンの注目ポイントとしてはこのライン、スターのがすごい内に入ってんね。これがね、結構ね、優しいアイアンの特徴というか、その分ソールも厚くできるのに対して厚くしてないっていうのが意味わからへんな。ほんまにちょうど10ヤードぐらい私は違うけど、優しさはちょっと二回り違うな。で、そっちが厳しいってわけじゃないね。こっちはね、ほんまに競技向きというか、だからこっち競技向きで、そっちエンジョイ組かなと思ってんけど、どっちでもいいな。変えようかな。変える。どっちとも競技ライクな人、見た目はね、見た目は競技ライクな人やねんけど、特にスターに関しては別に競技出ない人でいいと思う。ほんまにむちゃくちゃ必要以上に優しい。顔がさ、こわもてやんか。ちょっと柄悪そうな感じなんやけど、話してみると、すごいこの人優しいみたいな感じの人。ごめんなさい、これ個人的なあれで、あんまり他のメーカーさんってことを比べるわけにはいかんから、他のどこどことは言わんけど、こういう系のちょっとアスリートライクな優しい系のアイアンあるあるやねんけど、絶対打感硬いねん。パンって弾く感じ、これは弾く感じがもうほぼない。なんかしっとりしてるのに球だけ飛んでるから意味わからん感じ。曲がれへんねんな。気持ち悪くなってきた。だってシャフト全然合ってないねんで。全然合ってない。当たり前だって、105の S やでグニャグニャやん。今流行りの遠側がすごい重たくなってて、そういうヘッドの動きが少ない寛容性の高いモデルっぽい感じじゃなく、ちゃんと打点のところの位置が分厚くなってるから余計に打感が柔らかくなってるんやろうけども、ヘッドがぐるんぐるせえです。好き嫌いやから好きにしてもらっていいんですが、ノーマルの方にはちょっと動くシャフトでも構えへん。だからモーダスだけじゃなくて 1050GH とかでもいいし、モーダスでも全然いい。逆にスターに関しては X100 とか、逆にプロジェクト X とか KBS も C テーパーとか、あの辺入れても面白いかな。スターに C テーパーなんか入れたら多分たまこんなんなんで。めちゃくちゃ低い。いや、そんなにむちゃくちゃ低いわけじゃないんだけど、上にこうファーンっていけへん感じ。ちょっと振ってみようか。ほら、曲がれへん。気持ち悪っ。これ何番まであるんやろ。単品売りもあるんですか。 6P 5番から上は3まである感じですか。3だけスターにして、あと全部フォージドとかもええなって考えててんけど、正直全部スターの方が楽やな。夏場と冬場でアイアン変える人いると思うんですよ。夏場は普通の X フォージド入れて、冬場はスター入れてちょっと楽にするとかも全然あり。どういう人だとおすすめとか。基本的にアスリートライク向けっぽいねんけど、もうとにかく見た目がかっこいいから、シャープなアイアンやねんけど優しさが欲しい人で、ちゃんとスコアも出したい人がもう完全に X フォージドかな。スターに関してはワンチャン女の人でもいける。メンズのクラブ使いたい女の人とかでもいけるぐらい。で、じゃあ男がこっちで女がこっちかみたいになるやんか。例えばやけど、うちの場合は僕が多分上から結構入れていくタイプやから、普通のエクスポージョンになると思うね。ちょっと背が高い人とか、手足が長い人とか、横からスイープにちょっと入れる人とか、ちょっと横振りの人とかはスターの方がいいかな。だから自分の軌道を横からカメラで見た時に、こう上げていく時に肩見える人、この三角形の間からちゃんと自分の腰のこっから取ってよ、このラインで取って上げた時に肩見える人、普通のフォージドの方でいい。これよりも下に行く人はスターの方が楽かも。スイングとしてはね。キャルウェイ嫌いな人。構えた時の安心感がとにかく欲しい人。構えた時に緊張感もある。綺麗な顔してんねんけど、優しい顔かって言ったら、特にフォージドに関しては優しくはないよぐらいかな。でも正直スターに関してはあんまないかな。おすすめしない人っていうのは、うん。前作のフォージド持ってる人は確実に変えた方がいいと思う。ちょ、曲げていい？うん、ほら曲げれんねんで、意味わからんやろ。ほら、すげえ戻ってきた。
変えようかな。これはなかなかおもろいクラブちゃう？うわ、いいなあ。ボールとしてはいろんな各メーカーさん、一番ハイエンドのモデルになると柔らかいスピン系のモデルとディスタンス系のモデルみたいな2つに分かれると思うねんけど、僕ならディスタンス系にする。打感がとにかく柔らかいから、硬めのモデルにしても硬く感じない。これで柔らかいのにしたらちょっともうボケそうで怖い。でね、高さがとにかくめちゃくちゃ出る。ね、えぐいえぐい。あれでこれやで。ペンペケペンペンペンであれやで。僕個人的になんですけど、今使ってる人で文句あったらほんまにごめんなさい。裏にね、フェイスラインみたいに溝入ってて前。これなくなってすごくいいです。前からなくしたかったです。これプロ使うんちゃう結構。昔、エクスポジトといえば、りょうくんも使ってたし、エクスポジトスターの大きい位置っていうか、立ち位置っていうのが、今までちょっとこうなんか微妙な位置やったん、俺の中で。アスリートライクなん、優しくしたいのって。シークレットブーツ的な、こんな見た目のに実は優しいんですよみたいなの、競技ライクではないと思ってたから、今回で完全に競技ライクになったかなって感じだ。真剣にゴルフやりたい人にすごくフォーカスしてるように勝手に感じてます。めっちゃ感じるわ。めっちゃ感じる。クラブの入れ方が違うってさっき言いましたけど、ドライバーを選ぶときに結構あのロースピン系のクラブ使ってる人はそんなに上から入れる人はあんまりいないでしょう。普通そっち系使ってる人ってフォージドで、優しい系のドライバー使ってる人ってどっちかというとスターっていうイメージがあるけど、これ逆でいいと思う。スイープに入れていく人にはスターよね。ノーマルの方でスイープに入れていくのなら、ちょっとロースピン系のシャフト入れないとマジで高い。山中慎介です。たまたま奇跡が起きて治ったんで、たまたま YouTube 見てこういう動作をやったらたまたま良くなった。奇跡も奇跡じゃないと良くなることなんかないのに、それにすがっちゃうんですよ。前腕にここに力どんなに入るかがめちゃくちゃ大事なんで。ピンポンとんでもないですか？ずっとです。ボクシングやってる人はね、絶対感覚が違う。でも握力は違う。一緒です。卵を潰すはダメなんだよ。タイガーウッズとかね、キヨコちゃん握るようなこと言ってますけど、フィニッシュの時の前腕見てたらパキパキで筋筋になってますよ。前腕はめちゃくちゃ大事。ちょっと横から入れようか。これ7番やで。これ7番やで。でもな、ほら距離ちゃんと出るやろ。そう、キャリーで180ぐらい出るやろ。ソールがな、スターがめっちゃ丸いねん。今の時代のソールって山なりになってるというか、ちょっとトップの位置が数字のラインぐらいに来てるんですね。それをすることによってロフトを立てて当てたり、あと普通に打つだけでソールが当たってくれて綺麗にロフトが立ってくれたりっていうのが、スターがそれが施されてる。ロフトで球を低くしてるというよりはソールで飛ばしてる感は若干あるかな。僕が割と高評価をしていたアイアンが、顔がめちゃくちゃ優しいねんけど打ったら割とシビアみたいな感じやってんけど、これ逆かな。見た目はそう、イガついねんけど、そう、これスター低いやろ。低いっすね。でも高さが上がれへんってわけじゃないね。これがむっちゃくちゃ上がる。球が曲げれる方がどっちっていうのは正直ないです。どっちの方がストレートに飛ぶって、どっちもストレートに飛びます。だからほんまに時代の変化を感じたわ。なんか年取ったなと思った。まっすぐのアイアンって曲げられへん、曲げれるアイアンってまっすぐ打たれへんって言ってたのが、もう両方打てるようになってきてんな、時代的に。僕 X フォージドって後ろ側が落ちてる感じが X フォージド感と言いますか、ここのこうシャキッと感が、そこはちゃんと歴代通り残ってる状態。めっちゃ高いやろ。高い。ああ高いやん。キャリーで182やろ。バックスピン6800かかってんな。うん、飛ぶ、ちゃんと飛ぶわ。スピンどれぐらい減ってるかやな。そういうなんかずるい、あ、全然減ってない。気持ち悪い。悪く言ってやろうと思って。俺バックスピン減ってるから飛んでんねんって言ったろうと思ったら、ちゃうな、意味分からへんな。
正直こういうアスリート系のモデルってヘッドがめちゃくちゃ重たいから、自分が思ってるよりも投弾を勝手にパンってして当たるっていうのが多かってんけど、軽いのよね。だから扱いしやすいねんけど暴れへんからぎっしょいの。あの4時代でスターちゃうで、今スターやと思ったやろ。162ちょっとロフト立ってるとかの次元じゃない、もう全く違うものやな。同じタイミングで出さなくていいのに。これは X4G 度らしいアイアン、ほんまに。スターに関してはもうスーパーウルトラ優しいな。こっちだからほぼマッスル、扱い方としては。ただまっすぐ飛ぶマッスルで、今回は日本人のためにと言いますか、かなりジャパンライクな作りになってて、後ろのさ、ここが段々畑みたいになってるの分かる？ここがちょっとほんまにクラシカルやね、そこの辺が昔のアイアンっぽいというかを現代の技術でっていう感じがするな。ペースがもう全然上向いてるもん。基本的にはまあどこでもシダはできるんですが、キャラウェイプレミアムフィッティングっていう、え？あ、そうそう、発音がごめん、つい、そう、キャラウェイプレミアムフィッティングっていう、あのちょっとちゃんとしたフィッターさんがちゃんと選んでくれる、他のがちゃんとしてないわけじゃないねんで、よりちゃんとした、よりちゃんとしたねフィッティングもあるので、その辺ちょっとホームページの方から調べていただいて。はい、いやほんまにいいな、あのお世辞抜きでほんまにいい、忖度抜きにほんまにいい、案件とか関係なくマジでいい。ただただ柔らかい、そのただただ無意味に柔らかいとかじゃなくて、叩いてる感じはあんねんけど、パーンって叩いてる感じはあんねんね、パーンって叩いてる感じはないけど、もうその後には忘れるぐらいに打感がない、手元に残れへん感じ、フォローで。なのでちょっとソフトめのグリップの方がいいな。打感感じられへんと思う。だってこれ純正のグリップめっちゃ柔らかいなと思って、俺最初グニャグニャやんと思ってんけど、これでええな。そんな硬い、柔らかいよ。うちエラストマンのグリップ作ってるんですが、ゴムの方がいいと思います。プロフェッショナルシリーズじゃなくてノーマルシリーズの方がいい。シャフトは僕今売って、その実際にこれ売ったからそうやったってわけじゃないんですけど、ワンフレックス柔らかめの方がおすすめ。クラブがね仕事してくれる。スターの方に関しては固めでいいと思う。スターにプロジェクト X やろこれ。どんどん塗る前に使ってしまう。ゴルフ初めて今 2,3 年の人すごいね、若い人、親からもらったアイアンとかでもう 2,3 年ゴルフやってきましたと、どこどこのメーカーのこういうのかっこいいなみたいな、ちょっとこうかっこいいのに行きたくなる時期ってあるやん。最初に目つくのはやっぱりな、大体なマッスルバックやね。行く前に一回こっち一丁噛んどき、いえ好きならそれでも行くから、それ行くよ。でもこれでもうええやと思ったらそれでええやん。ボールとの相性もあると思うんで、僕今回ソフト系のボール打ってて、これちょっと待って、ほら硬い方やって、絶対めちゃくちゃ合うやん。すげえ、マジめっちゃ飛ぶ。普通の4時代でこれ。一回シダ行ってもらいたいですね。シャフトは正直選ばないっす。今だって自分が打ってそうやったもん。絶対俺に合わんシャフトやもん。折れるんちゃうかな思いながら打ってたもん。105の S シャフト打たされて、な、どう軽いって、軽いに決まってるやろそんなもんっていう。あんまりこういう言い方したくないねんけど、飛ぶし、曲がらんし、止まる。僕の中でキャルウェイさんって、僕の中でね、ドライバーとフェアウェイウッドがキャルウェイじゃなかったらアイアンキャルウェイって入れづらい。これ他のメーカーさんもあるけどね、なんとなくやで。なんかトヨタにあの日産のハンドルつけられへんみたいな。キャルウェイっていうか、もう X4G 度っていうもう一つのブランドとしてもう確立してるから、行ってほしくない、行きなさい。強制だ、強制です。携帯持ちながらこうやって行きなさい。でも YouTube 見ながら行ってほしい。行って、あ、ほんまやってなるから。ぜひね、あの売ってどうやったかのコメントも欲しい。あ、そうだ、ね、うん、そこ絶対いいしか言えへん。あと何て言ったらいいか分かりませんって人が一番多いと思う。不思議やね、ほんまに一つの素材でやってるから。これは素晴らしい、いい仕事見させていただきました。ありがとうございます。ということで、ぜひ皆さんよろしければチャンネル登録のグッドボタンよろしくお願いします。各種 SNS 概要欄の方からチェックお願いします。あと、このアイアンの、詳細につきましても概要欄の方からチェックできますんで、ぜひ概要欄の方からチェック、概要欄わかりますか、概要欄に載ってますんで、ぜひチェックの方よろしくお願いします。バイバイ。
わあ、すげえ。でも先に言ってきますね。これできるんだったらピンが打てるんだよ。友達でも女の人でも。女の人でもこれがゴルフ上手くなる最短最速の練習やな。これを覚えてしまえば道具ってこうやって動くんや、道具ってこういう風にボールにコンタクトするために体のポジションの位置取りって最初にこうやってするんやっていうのが決まってくるのよ。